大谷翔平選手、ベーブ・ルースが104年間保持した記録を今季7回も更新する異常事態に。海外の反応。大谷翔平選手は、今日は3打数1安打1打点1四球1本塁打1盗塁という成績で、世界中がずっと待っていた9試合37打席ぶり8月2本目の41号ホームランを放ち、3試合連続ヒット、盗塁と大活躍を見せました。そして、エンゼルスは2対1で接戦を制し勝利、連敗を2で止めました。さて、今回は大谷翔平選手が今日の試合で放った41号ホームランにより、ベーブ・ルース選手が104年間保持した記録を今季7回も更新したということについて記録として紹介します。今日大谷翔平選手は貴重な追加点となる打球速度 177.3キロ、飛距離 136.6メートル、角度28度の特大41号ホームランを放ちました。これでホームランは118試合で41本、後半戦28戦9発で年間 55.8 発ペースとし、メジャー全体で首位と1本差の2位、ア・リーグで言えば10本差をつけア・リーグホームラン王独走。なお、昨季のアーロン・ジャッジ選手は118試合で46本放っていたので5本遅れているペースになります。最近ペースは落ちていましたが、ホームラン王だけでなく本気で60本台を目指せる状態です。さて、そんな41号ホームランですが、メジャーリーグに関する過去のデータを掘り起こし記録を見つけることでも有名なサラ・ラングス記者は、シーズン10勝以上記録した投手で、その年最も本塁打を打った選手、2023年大谷翔平41本10勝、2022年大谷翔平34本15勝、1918年ベーブ・ルース11本13勝、1931年ウェス・フェレル9本22勝とデータを公表しました。1918年にベーブ・ルース選手がマークした11本塁打を昨季の大谷翔平選手が34本塁打で大幅に更新。そして今季はすでに10勝 &41 本塁打に達したことで、今季自身の記録を7回も更新したことになるのです。せっかくの機会なので、ウェス・フェレル選手について紹介しておきます。ウェス・フェレル選手は主に1930年代に活躍したア・リーグの投手です。最多勝利投手1回、ノーヒットノーラン1回、オールスターゲーム2回と実力と人気を兼ね備えた選手で、兄リック・フェレル選手もメジャーリーガーで、1933年には別々のチームに所属していたこの兄弟は、同じ試合でホームランを打つという珍しい記録も持っています。兄は野球殿堂入りしている名捕手で、弟ウェス・フェレル選手は投手ながら兄よりホームランは10本多く放っており、野球殿堂入りは果たせませんでしたが、レッドソックスの球団殿堂入り選手に2008年になりました。大谷翔平選手の活躍により過去の記録が掘り起こされ、昔の名選手が登場し、メジャーの歴史に触れることができて幸せです。久しぶりのホームラン、元気をもらえました。さて、エンゼルスは今季59勝60敗とし、73.4% の試合を消化した段階で、ア・リーグ西地区5チーム中4位、ワイルドカード順位は県内3位とは 6.5 ゲーム差の県外7位、プレーオフ進出ラインといわれる90勝に到達するためには、残り43試合で31勝12敗を達成する必要があります。また、ファングラフスが算出しているエンゼルスの状況を見ると、プレーオフ進出確率は 1.5% と、エンゼルスは9年ぶりプレーオフ進出に向けて本当に崖っぷちに立たされています。そして、大谷翔平選手は、投打でこのように素晴らしい成績を残しており、投手三冠王、防御率、勝利数、奪三振数、打者三冠王、打率、本塁打、打点、MVP、ホームラン王、ア・リーグホームラン記録更新、トリプルスリー、22年ぶり MLB の負の記録を断ち切る400塁打、いろいろ楽しみな記録が多すぎます。さて、大谷翔平選手、今日は待望のホームランで流れを変え、とは言っても、ホームランが数試合でないだけでスランプとされる謎な状況ですが、またホームランを量産してくれることを楽しみにしたいと思います。そしてエンゼルス、2021年のカージナルスの奇跡を起こしてください。明日からの試合も楽しみに応援しましょう。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。